はいいどうもじじゅゅんんでございます今日はですね初めてのレビュー動画といいますか私脱毛サロンさせていただいてるんですけどその脱毛サロンの中でもどんな脱毛かというとワックス脱毛というね脱毛の種類の施術を行っているお店をやっております。その中でワックス脱毛ってね 全国というか世界にさまざまなねメーカーさんがあるんですが私は国産のワックスを使っておりましてそちらがね国産のねメーカーさんになるんですけどもそこのメーカーのね実は先生の資格をね一応持っておりまして先生の資格を持っております。 さまざまなねワックス脱毛ってあるんですけどその中でも私が使っているワックスっていうのがハードワックスというタイプになりますそのハードワックスっていうのがどんなものかというと常温ではこんなこんなんですこんなんとかこんなんとかなんですけどこのワックスっていうのがまあ常温では固形のタイプなんですよでこの固形のタイプのワックスを ウォーマーって言ってこう温める機会があるんですけどそれに入れて温めて溶かして使うというタイプのワックスになるんですねその時にこうワックス脱毛をやってる人あるあるだと思うんですけど実際このワックスを溶かすウォーマーというかやつがですねまあこんな感じ amazon にね出てるんですよただ このアマゾンに出てるワックスウォーマーって海外メーカーのもの中国製のものとかが多くて買っったた時の当たり外れがめっちゃあるんですよ私も経験あるんですけど買ったけど全く温ま,んな温まらないあの1時間電気をつけっぱなしにしてるのにワックスが溶けないみたいなことがあったりするんですよメーカーさんがねメーカーオリジナルのワックスウォーマーを作ってくれたということなので実際にね そのメーカーの作ったワックスウォーマーはどんなもんなんかねっていうところで先日ね頼んだやつが届きましたんでそれをね開けていこうかと思いますそれがこちらですでかっ匠堂さんの専用ウォーマーになりますこれ開けていきたいと思いますでは開けていきます ちょっとね、ちょっと大きいっちゃ大きいんですよね、いつも使ってたタイプのやつより。おこんな感じです。あ嬉しいあこれね、あの、ワックスがこうウォーマーにくっついちゃうんで、それを取り替えれるカバーですね。おあ意外とでかい。おあこうか。 おお,おこんな感じあなるほどねこんな感じ蓋とこの釜って言ったらいいかな中の釜と。 って感じですねこのウォーマーの一番のデメリットというか海外製で残念なのが釜とウォーマーのあったかくなる部分まあここがあったかくなるんですけどこの隙間がめっちゃある時があるんですよ釜が温まってるのにワックスが溶けないっていうことになっちゃうんですけどこのウォーマーはピッチリというかになってるので熱は比較的 入りやすそうかもしれないまた温めてないんで温めてみたいとは思うんですけどでこれがの、ね、あのウォーマーの周りが汚れちゃうのでワックスでなんでこうやって置いとくとほらきれワックスが汚れないよっていう感じになりますねまあここにねワックスとかがめっちゃくっついちゃうので、まあ、これを毎度こう。 捨て,て付け替えるみたいいな使い方ができますあちゃんとオンオフできて海外のやつはここの温度をね設定するところが曖昧なんですよねなんか真ん中の中くらいにしててもめちゃくちゃ暑かったりとか逆にマックスにしてても全然温まらないとかっていうのがやっぱりあるのできちんとつまみになってて回せるっていうのはおっきいかもしれないですね熱くなっちゃうので、まあ、取っ手がついてるっていうのが 特徴ですかねただしいて言うならうちの <laughs> ワックス台には入らないかもしれん大きくて持ってきましたえっ、ー、と大体取ってから2 4ンチぐらいあるのかな今まで使ってたウォーマーが1 8ンチとか2 0ンチ以内なので今までね使ってたワックスウォーマーを置く台 に置こうと思うとと <laughs> 思ちょっと置けないから買い替えるかちょっと置き方考えないとダメかなっていうところなんで自分としてはこの取ってなくてもよかったんじゃないかなって気はしますまあでもすごく溶けやすいってことらしいんでま,あまずはねやって使ってみていこうかなと思いますまあなんでね 次回の動画ではワックスほんまにきちんと溶けるのかっていうところをねちゃんと検証していきたいと思いますまあひとまずね新しいウォーマー来ると嬉しいんでまずはこれを使っていきたいと思いますってことでありがとうございました